どの腰振り見ようかな。えろ。おだまぱぎー。やらけボイスでーす。イエーイです。コロン。すみやつき。ごまやかじゃない。ダンス解説。待っておりました。はい。今日は、はい、約束を果たしたいと思います。約束。約束とは君と僕との約束。というわけでね、過去の解説動画でも言いましたけど、はい、皆さん覚えてますか？我々はね、ある楽曲を解説しますと言ったんですよ。今日僕らが解説するのはスノーマンのフィールザライトラブリー。そうだわ、言ってたわ。スノーマンさんの過去の楽曲をね、ちょっといろいろ解説していこうというね、以前解説動画出したんですけど、うん、まあ、その時にね、あのブラックゴールドというね、3年前になるあの楽曲を我々ダンス解説したんですけど、次はねフィールザライトラブリーというね、うん、楽曲をちょっと解説していきたいよというねお話をしたんですよ、はい、でそれなぜかと言いますと、はい、ダ・ボムから始まりブラックゴールド、うん、そして今回のこのフィールザライトラブリーも、うん、振付師がヨシエさんっていうね方がはい、はい、レジェンドですね、振り付けしてるんですね、うん、ストリートダンスシーンでは女帝と言われているダンサーさん、振り付け師さんなんですけど、はい、スノーマンさんともね非常にこう関係がありまして、うん、こちらね結構あのコメント欄の方で解説の方がやってくださいっていうね、うん、これ結構もらってたんですよ、リクエスト、まあ、なので以前出したねブラックゴールドの解説動画の時に次はフィーザーライトラブリーを解説しますと言ったんで、うん、君と僕との約束を果たしますプロミスプロミスプロミス、うん、というわけでね、今回そんなプロミスをね、はい、こうプロセス的にね、ちょっとね、してやらましいわ。というわけでね、解説していきたいんですけど、まあ、今回の動画でもしね、初めて我々を見たよという方は自己紹介させてください。我々はこのような経歴を持ったプロダンサーでございます。はい、というわけでね、今回、スノーマンさんの2022年の楽曲をね、いろいろ紐解いていきたいなと思いますんで、最後までよろしくお願いします。よいしょ。はい、うん、さあそれではね、早速解説していきたいんですけど、はい、まあ、こちらの楽曲はですね、うん、あの滝沢歌舞伎ゼロ2022の中で披露された楽曲なんですね。やっぱ芳恵さんがね作る振り付けっていうのはね、とにかく難しいんですよ、やっぱ、うん、そうですよね、だけどそれをね SnowMan のみんな難なく踊ってますんでね、おそこは期待です、うん、見ていきたいなと思います、はい、さあそれではいきましょう、スタート。タイトルがね、さあこちらね、フィールザライトラブリーのダンスビデオとなっております、うん、さあ始まりました。おバックライトでかっこいい、いきなりこのシルエット、シルエットからくーさあ来ました、うん、マイヒーロー。でも確かになんか最初のポージングからあんまり規則性がない、うん、結構バラバラな感じが新しいですよね。今回この、まあ、ヨシエさんが振り付けしたんですけど、振り付けをねこうお願いした時のオーダーが、はい、振りを揃えるというよりかは各々の個性とか、うん、そういうものをフォーカスしてそのオーダーを作ってほしいと、もしかしたらやっぱそういう要素が冒頭から出てるのかもしれないですね、うん、みんなが黒のシルエットで誰が誰だかさこう分かんないような感じだったかもしれないですけど、やっぱりねひーくんは被ってました。うん、しよう。2022年からの始まってるの。やってるよ。スタート。シルエットにして、ね、シルエットにストップ。ここから、うん、さあもう目も分かりやすいですね。うん。わあ。今首の動きいいですね。さあ。うわあ。いや面白い。おのおのだね。いろんな振りの中で、さあこの、このちょっといいですか、もうみんなこういろんな動き方して、そうね、もう誰を見たらって感じですよね、もう。いやすごいね。このの違う動きなんですけど、うん、それが被んないんですよ。作ってる側もそうだけど、一個の振り付けを作ればそれみんな同じ動きしてくださいっていうのと、何個も違う人の振り付けを作ってると振り付けの工数がもう倍ぐらいあるんですよね。うん、そうっすね。これ振り付けも結構大変だと思いますよ、うん、これ。ダンスだけでもこう楽しめるような、視覚的に楽しめるようなギミックをね、ふんだんに盛り込んでるんですよね。はあ、なるほど。違ってたらちょっとあの優しいご指摘をお願いします。スタート。さあここら辺はちょっと異質な振りをやりつつ、もうメメだったりね。さあここ今阿部キュンもね、一人違ったニュアンスで、だけターン。さあこれ今舘様のナイスターン。さあサック
来ました。来た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 。ザック。逆なんだ。すごいすごい。そう見てこれ。さあこのメメとショッピーがグータッチ。グータッチ。俺最初何起きちゃうのかなと思って。メメとショッピーがさずっと向かってこうやってしばっかってくるって。何？大丈夫大丈夫？何来る？グータッチ。ミュージカルを本当に見てる感じ。立体的に作られてるんだなっていうのがすごい分かりました。サックンがこうグワーって踊ってる後ろにこう横からこう二人がこうゆっくり歩いてくるから時間の流れが違うふうに見えるんだよね。確かに。スタート。さあサックン、これダブル逆なんですよね。シャムロックの動きからの、グダッチ。さあ工事が気持ちよさそうにね、ここはシンクロの、うん、さあ来ますよ。サビがねまたこの、うわー、うわー、このあさあシャムロックの動きが入って、うわおー、この今のね旬のダウンのノリが途切れない、うん、すごいなこれ。さあ来ますよ。ここなのよね、このおこの腰使い、うわーえっろ吉江さんが振り付けしてるから、やっぱこうソウルダンスと言われている ねグルーブというか、やっぱこう腰の動きだったりこう肩のねこういうスイングの動きだったりとか、こういうものが結構使われるのがやっぱこうソウルダンスなんですけど、これね難しいんですよ。すごくソウルダンスっていうのはストリートダンスのある種根幹とも言われていて、ソウルダンスが踊れればどのジャンルでも踊れるっていう風にこう言われてる時もあって、それをやっぱ難なくやっぱ踊りこなしてますからね、スノーマンさんは。なかなか振りとして吸収しちゃうと硬さがやっぱ出ちゃうから、それをこう落とし込むのはかなり難しいなと思います。あとやっぱ面白かったの、左右の4人はこう腰を振ってて真ん中は止まってて、で時間差でまた動き出すっていう、ノリが違うんだよねこの2つ組で。スタート。さあここのね、左右逆ですね。さあいろんなところに陣形が起きながら、さあここでね、この腰の動きですよね。このさ、ちょっといいですか、あのヒー君がさ、もうあのハットのせいもあるか分かんないけど、なんかもうこう人だけの外国人いましたね。乗り方が日本人離れしすぎてる。いや本当に。さあでは、1分3秒からいきましょう。スタート。さあやっぱ真ん中のラウル君もやっぱ入るんですよね。さあこのね、サックも優しい表情からの、さあコージもいい表情ね、フッカも優しい表情してますね。さあフッカがそのままおしゃれ、いいアティチュード。おお、そうですね。さあ、阿部キュンが来ました。阿部キュンがちょっと可愛らしくなって、この、やばい、これどういうフォーメーション、これ何これ。ちょっと戻していきますか。さあで1分20秒からいきましょう、はい、スタート。さあフッカがね、やっぱフッカ歌声って優しいんですよね。ここさあ阿部キュンが出てきて、どういう、さあしかしフォーメーションを知らん、いやーこのもうなんか何これ、ちょっとこのやっぱ、あでもここはちょっとさや対象になるんだね。面白い、これ面白いな。さあちょっとこのもうなんかやっぱ精神世界というか、コンテンポラリーの要素も入ってるような気もしますよね。お芝居とダンスのこの行き来がすごいっすね。僕の中のダンスの教科書にはないフォーメーションがいっぱいあるな。これ小学生の演奏だったら怒られてますよ。勝手に話しないでみんな迷子になってるのがマジですごいっすよね。そう揃わない感じがいい、気持ちいい感じになってるよね。ではスタート。さあこのね、さあダンデ様とね、コージがこのツートップからの、いやこういろんな動き方してるんですよね。ここもだんだん冷静になって、さあまた、さあできますね、この腰使い、うわいや、ここまかドンドン、いや今のステップ難しいですよ。チャールストンが入りましたね、今左右対称でね。さあ今のちょっとラウル君の一瞬のヒットさらっとね入れるのやめてほしいんだよな、ね、事前に言ってほしいよね今入れるよ、入れるよ、僕ヒット入れますんで驚かないでくださいねってこちらも気持ちの準備がね必要だから、心の準備がもう一回見たいです、うん、では1分49秒からいきましょう。スタート。うわさあここね、おーうわあポン、うん、今ダンデ様のいいラインもありましたね今、うわさあ
来るぞ来るぞ。さあさあ来ました来ましたよこのノリ。うーん、さあいろいろ、あーこのショットやっぱこの腰でやってる時もやっぱ個性がすごいあって、阿部キュンもさ、なんかこうちょっとこう両手をさ、首ら辺にこうやってこういうちょっとシルエットの新しいやっぱ付け方、やっぱ自分のキャラクターがやっぱ分かるような振りとかをね、やっぱこう自分で多分チョイスしてやってるんだろうなって気がしますよね。ちょっとこれすいません、あの腰使いチェックしましょう。腰使いチェックのメンバーそれぞれちょっといろいろ見ていきましょう。じゃあ行きましょう、2分5秒からいきましょう、スタート。さあまずはこのね最前の3、4人がやって、さあこのねちょっと今、僕1個いいですか。伊達様の腰のうねり方ちょっとえぐくなかったですか。伊達様見てなかった。ちょっとこれちょっといいですか。ちょっと伊達様行きましょう、2分4秒からちょっと見せなさい、見せなさい。さあそうですね、一番後ろ、あらー、わおー、このガクンとスタイルの感じがね、乗るしかなかったですね、このビッグウェーブ。けしからん、けしからん。さあ、次の前、次じゃあ2分3秒に戻して、はい、どの腰振り見ようかな。そんなことない。減ったことあった、今。減ったことあった。どの腰振り見ようか。2分3秒からいきましょう、はい、スタート。ああ、ね、やっぱ。さあ、フックの腰の動きもいいね。いいですね。あ、いいね、今フックかもなっちゃうね、今、まあ、ここも自由度高い、うん、ね、さあこっから、はい、おお、コージが気づいたら、コージ気づいたら、後ろからコージ芸名みたいな、めっちゃ売れない芸人の名前みたいな、どうも気づいたらコージ、いや、そんなことないよ。スタート。メメがね、またイケメンだな、本当に。わあ、さあこれやっぱね、さあコージが出てきて、うん、おー、さあヒー君が選択して、あら、出てきた、うん、さあくわうわー、さあノリがいい、うわー、これよ、あー、降り注いだ雨ね。照明のレーザーの合間ってことで、やっぱり降り注いでる感じがやっぱすごいしましたね。やっぱね、サックの質感の大きさもすごいし、他のメンバーもね、いろんな質感出してるんですよね。ラウル君の沈み具合もね、ちょっとすごかったから、ちょっともう一回見てみましょう。2分34秒からスタート。さあこう来ますよ、ラウール君の踏み方、えぐい、あー、と思ったら次ショッピーはこう両手を掲げてこうやってるところ、やっぱこのちょっとラウール君の足のちょっと目線がちょっと追いつかないんだから、もうちょっと2分35秒から見ましょう、スタート。さあさあ来ますよ、くるだね、さあショッピーがまずね、片手からここでもうほら両手だって、ニュアンスが違うんすね、やっぱ、うん、なんかそれぞれの登場人物のストーリーがあるみたいなね、感じだね。さあここのね、うん、さあラウル君がセンターに来ました、うん、うわ、今のこれかっこよすぎでしょ。ラウル君もなんかこれもう大丈夫だ、髪濡れてないの、ちょっと雨降ってたね、雨降ってましたよね。さあ今のさっくんのもうこのこういうアクティングもいいんだよ、ね、あーいいっすね、振り向いた感じも、うん、さあショッピーがまたイケメン、うわーおー、あー振り注いでたな今マジで、いやラストのこのシルエットのマイケル・ジャクソン感というか、もう肩スパイだけで見せれるようになりてぇ、シルエットよくなりてぇよ。この楽曲って決してこう速い速度の曲ではないじゃないですか、うん、じっくり撮るというか、うん、そういうダンスの踊り方をしないといけないと思うんですけど、速度に身を任せてダンスの技術をやっぱごまかせないと思うんですよね、うん、ダンス力ない人だったら最後まで見せきることできないんじゃないかなっていう、そうだね、悪目立ちしますよね、こういうダンスとかってね、ワンとツーの間の解釈が一番難しいから、ここで点と点の間、ここをちゃんとね9人で合わせて一つの世界観を作り上げてるっていうね、こういう時にダンスが魔法になるんですよね、力が出てくるというか、これはもう素晴らしい過去曲でございました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、
というわけでね、スノーマンさんの、フィールザーライトラブリー、これでもやっぱファンの皆さんがね、やっぱ勧める理由も分かりましたね。分かりました。あとスノーマンさんと吉江さんとの相性めっちゃいいっすね。めちゃくちゃいいね。吉江さんがこうオーダーする難しい振り付けとかもやっぱどんどん見てみたいなっていう、というわけでね、今回はね、スノーマンさんのもう過去の楽曲をね、こう振り返っていくという解説でございました。またね、スノーマンさんもね、こうどんどん新しい楽曲とかも出ると思うので、そちらの方もまあ追いつつ、またあの皆さんのね、リクエストあれば過去の楽曲なんかもね、もちろん振り返っていきたいと思います。というわけで、この動画がね面白いと思った方はぜひ高評価、そしてまだしてないよという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。といったところで、ここまでのお相手はリアルアキラボーイズでした。また次のダンス解説でお会いしましょう。バイバイ。せいガチガチガチありがち、オタクにありがち、推しのためなら手段を選ばず命を削ってガチャ回す、はあつらい、ああしんどい、オタクをやるのも楽じゃない、ガチガチガチありがち、オタクにありがち。